コーニングはアメリカ合衆国ニューヨーク州の西部スチューベン郡、シェマング川沿いにある都市である。2010年国勢調査での人口は11,183人だった。スチューベン郡では人口最大の自治体である。市名はオールバニの金融家で鉄道会社役員であり、コーニングを発展させた会社の投資家だったエラスタスコーニングにちなんで名付けられた。 ロックウェル博物館がファー地区にあるマーケット通りコーニング市はスチューベン郡では南東部同盟のコーニング町の生誕にある市内にはフォーチュン500に入るコーニングインコーポレイテッド元のコーニンググラスワークスの本社があり工業科学技術用にガラスとセラミック製品を製造している市内にコーニングガラス博物館もあり 古いものから新しいものまでガラスに関して世界でも最も包括的な収集品を収めている。この博物館にはラコート書館があり世界でも最大級に重要なガラスの研究所になっている。市内にある文化的な呼び物としてロックウェル博物館がある。ここには過去40年間にロバートカイロックウェルとハーサロックウェルが集めた アメリカ西部の絵画と彫刻の重要な収集品がある。雑誌、アメリカンスタイルが選ぶアメリカが衆国の小さな都市で芸術の目的地になる25穴の一つにコーニングが挙げられてきており、最近では2010年6月に作られたリストだった。市内である文化的行事や歴史的な目印の多くがコーニングのカファー地区を舞台にしている。 コーニングカントリークラブでは1979年から2009年の毎年全米女子プロゴルフ協会のコーニングクラシックを開催してきた。近くのビッグフラッツ町にあるエルマイラ、コーニング地域空港から商業航空便を利用できる。市内では2006年ニューヨーク州 A 級フットボール選手権が開催された。2003年、 チャールズ・アル・ミッチェルとカーク・ダブリュー・ハウスがアーカディア・パブリッシングのイメージ・オブ・アメリカシリーズの歴史的写真集としてコーニングを制作した。写真はコーニング・ペインテッド・ポスト歴史協会の収集品から集められた。2013年、ランド・マクナリーのアメリカで最良の小さな街リストでコーニングンは最終選考に残った街の中でも最も楽しい街に挙げられた。 2008年、コーニングは飲料水のフッ素添加を禁止した。2006年、市政委員会がフッ素添加を承認していた。2007年、地元住民のカーク・ハットルストンから明大一号と呼ばれる請願が出された。明大一号は、非公式の結果で1287票対1222票という接戦でフッ素添加禁止案が通った。 2015年、ブランドン・スミスという住人が市内と周辺地域のあらゆることを含むという目標でウィキを立ち上げ、コーニングウィキと呼ばれている。コーニングの町で最初の入植があったのは1796年のことだった。後にコーニング市となる地域に近かった。そのコミュニティは1848年にビレッジとして町とは別に取って置かれた。 コーニングは1890年に市として法人化された。ガラス産業が発展するとコーニングは結晶の都市と呼ばれるようになった。コーニング初期の産業は製材業だった。最初の開拓者が地域の水系を使って丸太や加工材を下流のバイヤーのところまで運んだ。このことで大型の製材所ができて発展に寄与した。木材が減ってくると 材木のイカダ流しも衰退した。一時期、コーニング地域の製材所は世界最大級という評判があった。木材がなくなった後、大型製材所は新しい森林を求めて北に移動した。コーニングからシェマング川を挟んで、東はシェマング運河水系の四川運河の場所であるギブソンという小集落がある。 コーニングの初期繁栄のいくらかはこの四川運河水系のあったことから来ていた。コーニングから運び出さされる貨物には、荒木生誕、木材、タバコ、穀物、ウィスキーがあった。1850年の運河を使用した季節である4月22日から12月11日、新聞によると1116隻の船がコーニングを出発していた。 この年の通行量は54,060.39ドルだった。出荷された物資の中には4,657万2,400ポンドの石炭があった。運河が最大に利用された平時の年は1854年であり、27万978トンの貨物が輸送された。南北戦争によって異常な量の輸送が行われ、 年間30万7151トンが運ばれた。南北戦争後、地域は工業ブームとなった。インガソルランドが、この時期に、コーニングのすぐ北に、ペインテッドポストのビレッジを開いた。コーニングは1880年代に鉄道町となり、幹線と小さな町をつなぐ多くの小さな鉄道線が、網の目のように張り巡らされた。1912年、 コーニングの東3マイルのギブソンで鉄道事故が起こり39人が死んだ。ジェニングの酒場、コーニング武器庫、マーケット通り、歴史地区、サウスサイド歴史地区、世界大戦記念図書館、アメリカ合衆国郵便局がアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定された。コーニング中心街、マーケット通りとパイン通りの角に立つ時計塔、コーニング市は、 北緯42度8分53秒成形77度3分25秒、北緯42.14806度成形77.05694度、42.14806-77.05694に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は3.3平方マイルであり、このうち陸地3.1平方マイル。 水域は0.2平方マイルで、水域率は5.18%である。コーニングから上流、湖北東川とティオガ川が合流してシェマング川ができて、町の中心街を通って流れている。この川は、町の初期に水力源として重要であり、今日では観光資源の一部となっている。地域の急な丘から雨水が急速に流れ降りるので、 この川は洪水を起こす傾向があり、最近では1972年にハリケーンの名残が短時間に15インチ以上の雨を降らし、洪水になった。コーニングとペインテッドポストの地域で18人が死亡した。中心街全体が洪水となり、激しい損害が出た。中心街は再建され、いくらか高級化が起きた。洪水はコーニングより上流にあるダムの体系で、 制御されている。悪天候になることがあるので、コーニングはブーム式と呼ばれている。週刊高速道路86号線、ニューヨーク修道17号線、道352号線、道414号線、道415号線がコーニングを通る幹線道である。軍道40号線が南から市内に入り、軍道41号線は北から入っている。 アメリカ国道15号線はペインテッドポストから南に進みコーニングの西を通っている。コーニング市はフィンガー湖地域に入っている。一家は2010年の国勢調査による人口統計データである。市の役人の大半は共和党員である。コーニングの地域は通常共和党に投票するが外部から入ってきたものは中道共和党だと考えている。 この地域で長くアメリカ合衆国会議員を務めているエーモ・ハウトンは中道派共和党員である。コーニングはアメリカ合衆国会ニューヨーク州第23選挙区に属し、2015年時点では共和党のトム・リードが選出されている。コーニングンはニューヨーク州上院第53選挙区にあり、2015年時点で共和党のトム・オマラが代表である。州では 第136選挙区に属しておる、やはり共和党エヌフィル・パーム・サノが代表である。共和党のジョセフ・ナッサーが長年コーニング市長を務めていた。市政府の本部であるナッサー、市民センターはその名前を冠したものである。2005年市政委員、フランク国長が現職共和党市長のアラン・ルイースを破り、1953年以来となる民主党市長となった。 2007年11月6日、市の共和党指導者、トム・リードが国庁に代わって当選した。リードは2009年12月31日に2年間の任期を全うした、リチャード・ネグリが2009年11月に市長に当選し、2010年1月1日に就任した。コーニング市は1995年から市政委員会、マネジャー方式市政府を採用しており、 島マネージャーが行政府の長である。初代島マネージャー級はスザンヌ・ケネディであり、1997年7月まで務めた。この時マーク・エル・ライクマンが2代目マネージャーに指名された。市政委員会は8人の委員で構成されている。8つの選挙区からそれぞれ1人が選出されている。コーニングペインテッドポスト教育学区には、初期教育センター、公立小学校6校、 中学校1校、高校1校がある。2010年、住民投票で、中等教育を再編成する案が通った。中学校2校を組み合わせて、以前の西高校の校舎に移転し、高校2校は組み合わせて、以前の東高校に移転した。この再編成と校舎のプロジェクトは2014年から2015年、教育年度の初めに完了した。 公立初期教育センター公立小学校公立、中学校公立高校、私立学校、コーニングコミュニティカレッジ近年、ニング地域教育学区が国際バカロレア中間年プログラムと国際バカロレアディプロマプログラムを実行した。コーニング中学校と高校は2005年2月に国際バカロレアワールドスクールとして承認された。コーニング市は下記の3都市と 姉妹都市を結んでいる。ありがとうございます。